そんなことないわ。私が早く来ちゃっただけだから。お？なんだか声に元気がないみたいだけど、よく眠れなかったのか？ううん、心配しないで。私なら大丈夫。まずは、あそこの屋台に行ってみましょう。おお、いいな。早速行こうぜ、旅人。あれ、カズさんの支援がなければ子供たちも家臣探索を楽しめなかったわけですから。そうだ、ヤルダーキャンディーはどうでしょう。こちらの箱の中に入っているので、どうぞお好きなのを選んでください。これ全部同じじゃないのか。選ぶって何をどう選ぶんだよ。そこがこれの面白いところなんですよ。箱の中のキャンディーは味がランダムで入っています。ハッラの宮地、スミレウリ味、夕暮れの宮地。おお、確かに面白そうだぞ。それからトカゲの尻尾味や鬼カブトムシ味も。おい、そんな味まであるのかよ。うん、ここは旅人に選んでもらおう。オイラが欲しいのは夕暮れの宮地だからな。はい、キャンディーの箱は5つで、左から順に5つの数字が振ってあります。何番にしますか？おや、迷いが一切ありませんでしたが、かなり自信があるようですね。おめでとうございます。4番は夕暮れの宮地です。の言った通りだろ。こいつはいつも運がいいんだ。待て待て、他の味には興味ないからな。どうしてそれを知っているのですか。まさかこの5つの箱の中身を全てご存知で。え、まさか今の全部当たってるのか。さすがにこれは強運ってだけでは説明できないかと。箱はすべて私が午前中に梱包し、一度も開けていませんので、事前に知る術はありません。独身術、投資能力、それとも何かトリックがあるのでしょうか。なんだか怖くなってきました。今のどうやったんだよ。いつの間にそんな超能力手に入れたんだ。ドニアガードに何も言わず離れちゃうなんて、さすがにちょっと良くなかったんじゃないか。
よな。どういうことだ？まさかドニアザードが二人いるのか？もうあなたも気づいているのでしょう。過信探査に参加するのはこれ、あなたも使えるわよね。缶詰知識？どっから持ってきたんだ？中に何が入ってるんだよ。あなたも一緒にね、パイモン。うえ、お前、オイラを知ってるのか？おお、ちょっと不安だけど、それでもなんか、こうするのが正しい気がする。オイラたちにとって今日はもう20回目？いや、30、それとも40。もう数えきれないほど過信探術を経験してるってことか。オイラたち同じ日に閉じ込められてたのか。お前の助けがなかったら気づきもしなかったぞ。で、この缶詰知識には一体何が入ってるんだ？まだ少し記憶が混乱しているのね。よく思い出してみて。私たちは何も初めて接触したわけじゃないでしょ。この問題はだいぶ前にも一度話したことがあるわ。あ、確かこの缶詰知識は一種の表現方法に過ぎないんだったな。実際はさっきの接触を通して記憶を呼び起こしてるんだっけか。じゃあ他の奴らはどうなったんだ？なんでオイラたち二人だけ助けたんだよ。あなたたちの騎士官は元から他の人よりも強かったでしょ。あえて説明するなら、あなたたちは草元素力の祝福を得ている上に特殊な敏感体質を持っているからよ。あなたたちの意識とあれら記憶との間にはもともと薄い紙があるようなものなの。おなじみの質問ね。あなたがそれを私に聞いたのはこれで7回目だったかしら。見ての通り彼女は弱っている。あなたたちも感じたと思うけれど、最近あなたたちと一緒にいたドニアザードは最初の彼女とは違う。そして今、その最初の彼女があなたたちの目の前にいるの。でも、時間はもうあまり残っていないわ。どうやら、そろそろ頭の中で整理ができたようね。そうだ。私のことはナヒーダと呼んでちょうだい。いいわ、合格よ。一体何が起こってるんだ？オイラたちの記憶を呼び覚ますことができるし、何か事情を知ってるみたいだけど、そんなお前ですらどうなってるのかわからないのか？この世の万物は繰り返し循環する、いわゆる輪廻というものよ。私たちは皆この輪廻という一日に囚われているの。そして真実はあなたたちにしか探し出せない。もし自ら真実に気づけず、他の者に告げられたなら、あなたたちの精神に大きなショックを与えるかもしれないわ。そうなれば、どうなってしまうかは、私にもわからない。だから私は、知識面に関する手助けと、さりげない暗示だけを与えるの。残った時間はすべて彼女の身を蝕むマリン病の悪化を遅らせることに注力するわ。ドニアザードの容体かなり悪いみたいだな。もしかして過信探査が行われるたびにドニアザードの病状が悪化してるのか？もしもこの過信探術の輪廻から脱出できれば、あるいは
彼女を助ける方法があるかもしれない。だけど今の状況では彼女は羽を完全にもがれてもなお空を飛び続けている小鳥。私にできるのは荒れ狂う旋風を起こして彼女の落下を遅らせることだけよ。ナヒーだっていつもそういう妙な比喩が好きだよな。比喩とは基地の知識を使って未知の知識を理解する素晴らしい技法でしょ。さて聞きたいのだけど、現時点においてあなたたちの真実に対する推論はどんなものかしら。もう何度も過信短日を過ごしてる。まるで過信短日が無限に繰り返されているかのように。どうやら明確な関連性はない。同じ一日を繰り返すように時間が流れている。これが今の状況だろう。時間の循環ね。以前のあなたもそれと似たような間違った答えを出していたわ。本当に残念ね。違うのか。オイラもちゃんと筋が通ってるように思ったんだけど。だって見た感じ、同じ一日を繰り返すように時間が流れてるだろ。シンプルな時間の循環だけではこれらの現象を説明することはできないわ。あなたたちの持っている手がかりがまだ不足しているのかもね。けれど残念ながら私はこれ以上のヒントを出すことはできない。あ、ドニアザード！たとえ毎日が過信短祭だったとしても、もう無意にそれを過ごせるほど繰り返す猶予はないの。今日の祭典が終わるまでに、どうか早く真実を見つけてちょうだい。まずは今の状況から整理しよう。ドニアザードを助けたいなら過信短日の輪廻から抜け出す方法を考えないといけないんだよな。でも抜け出すにはまず何が起きてるのか把握する必要がある。つまり真実を見つけなくちゃいけないってことだ。時間の循環はもうナヒーダに否定されたし、きっと何か見落としてるのかもしれない。すでに記憶の中では何回もやってるみたいだけど、やっぱりもう少しいろんな人に話を聞いてみようぜ。ここでただ考えてるよりはマシだと思うぞ。まずはあそこでお店を出してる人に話を聞いてみよう。
んにちは。よう、また来たのか。あのなかなか通なお嬢さんは。あいつは体調が良くないんだ。そうか。それで戻ってきたのは何か買うためか。うちにある食材はどれも新鮮だぞ。俺が。ん？妙なことを聞くな。昨日は急いで森から帰ってきて、今日もいつものように品を売ってるが、おかしな感覚は何もなかったぞ。もうちょっと思い出してほしいんだ。昨日って本当に昨日だったか？昨日のお前は本当に急いで森から帰ってきたか？なんだ、デタラメな哲学かなんかか？お前ら白昼夢でも見てるんじゃないか？知ってるだろう、俺たちスメール人は夢を見ないって。そんなに夢が見たいんなら他の人を探すんだな。あながち間違ってないかもな。これって、そうだったな。でもスメール人が夢を見ないのって結構変な現象だよな。何が原因なんだろう。でも確かにただの夢ならとっくに覚めてるはずだ。もうちょっと話を聞いてみようぜ。あ、君たちか。僕の占いがあまりにも的確だったからわざわざ褒めに来てくれたのかな。おお、やっぱり。だから神の占いは当たると言ったんだ。君たちの理解が及んでいなかっただけみたいだね。おいおい、なんでそんなに舞い上がってんだよ。そういった状況になったからお前のところにまた来たんだぞ。お前の占いで問題を見抜いてくれないか。うん、僕に見抜いてほしいと。それはあまり得意な分野じゃないんだけど。まだ未熟だってことだろ、認めろよ。それで一体何があったんだい。え、待ってくれ。てっきり財布を落としたとか詐欺にあったとかで、今のって本気で言ってるのか。そんなこと現実的に考えればありえないと思うけど。やっぱり信じてくれないよな。すごい、すごいぞ。もちろん信じるとも。君たちを占った時の内容だけど、今思い返してみれば月、虚言、嘘とまるで何かの前兆を表してるかのようだったろ。確かに関係がないわけでもなさそうだな。他にも何かわからないか。ふん、神が与える啓示はぼんやりとしたヒントに過ぎない。具体的なことを正確に把握できたとすれば、それは神の領域だ。自分の直感を信じ、心の中の恐怖を克服すれば太陽は必ずや昇ると、そう本には書いてあった。そっか、やっぱり占いは占いだな。問題そのものは解決できないみたいだ。収穫はほとんどなかったけど、他に話を聞けそうな人はいるか？確か、リンネの中の何日かは、あいつのところに行ってたな。でもあいつはずっと、オイラたちにからかわれてるって思ってたぞ。確かに、リシアは傭兵としての責任があるから、それなら本気で取り合ってくれるかもしれない。確かこの時間は、リシアが人さらいたちを撃退した頃だよな。探しに行こうぜ。問題ありません、お嬢様。ただのかすり傷ですので。タイミングバッチシだな。やっぱりここにいたぜ。パイモン、それに旅人、ちょうどいいところに来てくれた。聞いてくれ、実はさっき危険な、ん？見ていたのか。ならすぐに来てくれてもよかっただろう。お嬢様を守ってくれる人がいれば、私も全力を出せるってもんだ。ちょうどいい。今から手を貸してくれないか？近くに共犯者がいないか探しに行くから、
旅人にドニアザードを休めるところまで連れて行ってほしいんだろ。確かにそうだが、なぜわかった？もう一つ決定的な言葉があるぜ。それほど考え事をしていたわけでもないのに、頭が異常なまでに疲れてる。一体どういうことだろう。それほどリシアはお金を集めるために自分の体験を売った。そして新しい体験に慣れていないせいで怪我をした。言ってやれ。うん、このことはお嬢様を含めて誰にも言っていない。あんたは知らないはずだ。それにさっきも私の言いたかったことを先に口にしていたな。一体どういうことだ。オイラの話を聞いてくれ。実はそれを私に信じろと。それはあまりにも、いや、先に言っておこう。確かに私たち砂漠の民はその大多数が博識ではない。だが基本的な常識くらいは持っている。すごく物静かで全てのことに興味を失っていて悲観的な感じがするだろう。確かに前とは少し違う。だがお嬢様のご両親から聞いたことがある。昔はこういった感じだったとか。ん？昔？あなたたちの言っていることよくわからないわ。私は先にあのベンチで休んでいるわね。お嬢様、怒っていないといいのだが。いいだろう。私の体験のことも知っていたんだ。もしかしたら本当なのかもしれない。だが終わったらすぐに戻るぞ。今はまだお嬢様の安全を完全には保証できないからな。